皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。今日は日曜日なんですよね。だいたいあれ今日日曜日、そうですね、昨日土曜日で、土曜日に東京から帰ってきたんで、もうやっぱりちょっと曜日の感覚があれですね。で、佐賀に帰ったらもうびっくり、何でも満開。これあのアーボンドなんですね。で、この園芸を楽しみにしてるって昨日空港でも言われて、いやー自分もなんとかな、自分の庭なんだけどびっくりします。これラナンキュラスラックス満開だ。これだいたいもうちょっと遅いと思うんですけど、もう至る所にラックス満開で、しかも名前わからず、だからこれはちゃんとある、ガラテヤ君、ガラテヤさん、この子は分からず、この子も分からず、多分これはアウラ、アウラ、こうやってついてるのは分かりますけど、冬越ししたやつ、夏越ししたやつ、それは去年からうちにいる子たちで分球して名札がなくなってるんでわからない。この子も、これはハリオス君で、やっぱりこの鉢、陶器の鉢にしたやつは強い。これ去年からいる子、名前わからず、ちょっとすごい。これも去年からいる子、名前わからず、これも去年からいる子、名前わからず、わからずわからずわからずだけど、あちゃ、あら、多分僕が昨日挿し木で育ててるやつですね。これも去年からいる子、名前わからず、あ、いや、わかった、リキュア、やった、わかった、これリキュアだ。もうとにかく、でも30種類ぐらいしかないですからね、ラックスはね。花とあれを比べればわかるはず。こっちも、お、この子分球した子、すっげー花まで、これ去年からいる子、名前わからず、多分ティーバーかな、これ今年来た子、アリアドネ、ヤバシ、今年来たのが大体やっぱり辛いですね。これムーサ、これ寄せ植えにしてたやつです。だからまだこんなに細ってる。これリキュア、リキュアここにあったんだ。こっちはアウラ、この子はニノス、今年来た子、これ去年の子、名前分からず、分からず、あっちょー、もう本当にいい加減にしてほしい、原口和弘さん。で、今日はですね、もうこれから、もう1時間後にここは、通れなくなります。っていうのは桜マラソンです。この子は去年からいた子、これはどう見ても歯です。悪魔のような真っ赤な、この子は、あ、ツリーですね、あれはツリーは、あの子もみの木、これは絶対歯です。ここに植えてたから。そしてこの子も去年からいた子、おすっげえ、むっちゃくちゃでかい。やっぱ鉢をでかくするとこんなでかく、名前わからず、これ多分分球だわ、これ分球、同じだもん、こうどう見たって。これはティーバ、当てずっぽに言うと、なんでかっていうと分球した、違う、アリアドネだ、アリアドネだ、すげえ、一番人気のアリアドネ、君はアリアドネ
TVer とかいい加減なこと言ってる。この子も去年からいた子、名前分からず。この黄色は分かるでしょう。なんて書いてある？向こうになんか、何これ、違う、絶対ビオラじゃない。これだってラナンキュラスラックスだもん。もう本当に原口和弘さん、いい加減にしてほしい。これもう全然名前分からず。これは分かるでしょ。お、違うのが刺さってる。あ、これは分かる。ラモス、え？違う、ラモスとかないもんね。ケラモス、ケラモス。この子去年からいた子、分からん。あれも分からん。ああ、もう全部分からん。ガラケア、今年来た子、細って、やっぱ今年来たのがダメだ。少しやっぱ音質でやって、あの冬の寒さに当てて、そこがダメなんですね。ああ、しかしバラもすっげえ、すげえ、すごいことになってる。お、クリスマスローズ、そしてクレマチス、クリスマスローズ。あら、あそこはちょっとやばいことになってる。せっかくの今を盛りの、あ、ヒヤシンス、ヒヤシンスさんもクロッカスさんも、うわー、これ何、チューリップさんもひどいことになってる。これなんでこんなことなの。やっぱり一週間東京にいると、うわー、これは少しあの花摘みして来年に向けて、うわー、ひどすぎるこれ。うわ、根が張ってる。お、ダメだ、取れん。ちょっとひどいことになってますね。お、イチジクの挿し木。じゃあこっちはどうなってるか。やっぱり1週間のブランコはでかいですね。お、やった、パンジービオラ、今を盛りのパンジービオラ。なんかこう園芸チャンネルのカトチャンネルとかヤッチャンネルみたいですね。あ、すごいすごい。いちじくくん、お、この間神崎から取ってきた菜の花も咲いてるわ。しかし、で、冬の草って簡単に取んない方がいいらしいですね。夏の草のすごいのを防いでくれるらしくて。で、なんでここに田んぼに来てるかっていうと、僕が接ぎ木用に刺していた野原。野原くんたちがどうなってるか。死んでる。あ、生きてる。生きてる、芽が出てる、生きてる、生きてる、生きてる、やった、これはすごい接ぎ木になりますね。あの前に掘り上げないと、梅雨の前に水浸しになったら大体死んじゃいますもんね。前線基地、すっげえ、もう草がこの間切ったばっかなのよ。おかしい。わあ、すごい、もうバラがこんなに、もうじきですね。お、君も。レンゲはまだ出てないんですよ。今、それも見に行ったけど、レンゲが出てない。ガベラ、あれは花摘みしないと。
もうこの辺は順調にいってますな。順調順調。この子は名前がわからん。これはムクゲ。ムクゲ。これは桃。桃、大好きな桃。お、桜だ。桜が咲いてる。すっげえ、桜が咲いてる。まあでも草もすごい。向こうから取ってきたやつですね。これはこの子はうわー綺麗。これ何なんだろう。挿し木のバラも、あ、小手まりっていうんですかこれ。ありがとうございます。小手まりね。小手まりっていうにしてはえらいすごいでかいですね。これ椿でしょ。お、香り椿。やっぱ当たり椿。二つしか残ってない。うちが建てた時からのネズミの木、向こうに1個、こっちに1個、もうこの2つしかない。うわ、バラも。この子は誰。これもなんか、あ、なんとか柳、柳、柳なんとか。いやー、これ椿でしょ。お、椿。うわ、綺麗な椿。誰が買ったんだろう。うわ、この子はなんか枯れてる。あ、びっくり。桜だ。桜ですばい。これは僕が植えた桜だ。やっぱり桜見ると心が華やぎますね。家で桜花見ができるなんて。アーモンドとは違いますもんねこれね。いやー綺麗。太陽の光に。うわー桜。でももう来週散ってるでしょ。それひどいね。佐賀にほとんどいられないもんね。いやー、こっちは、いやーでも球根があんな風になってるのはショックだな。雨が当たんないから干上がっちゃってるわ。まあ、この辺は順調。この間やってあげたからですね。でもパンジー花摘みしないと。ラナンキュラス、ラックスでない、ラナンキュラス。人長毛、人長毛がこうなるっていうことはやっぱりあれは芍薬じゃなくてボタンか。いや、ほとんど枯れてたみたいな。おお、ラビーニア。ラビーニア君はなんで切るんだってえらい文句言ってたけど、切ってよかったじゃないですか。綺麗になって枝もむちゃくちゃ太くなって、こんな高かったんですよね。でもうお、これは君はクレマチス君じゃないか。東京に行った時はこの辺だったのが、なんでこんなでかくなる。これは確かプリンセスダイアナ。ほら、そうだ、プリンセスダイアナだ。プリンセス様、すげえでかくなってる。これはローグチでしょ。これハワセント、こんなでかく。いやー、ちょっとこれ1週間いないだけですごくないですか。レモン、クリスマスローズ。クリスマスローズはこうやって下向いてんですよね。これあの氷の花、え、氷のなんだっけ、氷のバラだ。氷のバラ、氷のバラ。いや、クリスマスローズはここで大丈夫ね。うわ、何これ。君は
君はどうしてここまで出張ってるっていうか、これ刺すと痛いんですよね。毎回これに刺されて痛い目に遭うんで、つうか出てくるのやめてくれないかね。こっち側に回ってください。どこでしょう。はい、こう回っといてくださいね。だって刺されますもんね。これでもうちょっとしたらバラで茂って向こう見えなくなるわ。全部これツルバラですもんね。ちょっと失敗したかも。ツルバラもすごい生育旺盛。あれ草に埋もれてる。たまらんですねこれ。マーガレットが草に埋もれてる。あ、でもこの辺のバラも強くなった。やっぱり強剪定大事ですね。そしてうちのエース宴くん、うお、すげえ。隣事務所で買おうかな。あ、やば、ここ蛇のいるとこ。そう、ツルバラでアーチ作るんですよ今年は。ツルバラで、これは君は梅でしょ。梅、向こうが小梅、この子はプラム。もう花がちょこっとですね。梅だと思ってたけどこの子はプラムで、今年こそプラムジュースを作る。そして金柑。うちは今ないのがなんだっけ。栗もある、ビワもある、柿もある、ブドウもある、キウイもある、ブルーベリーもある。ラズベリーだ。ラズベリーがない。スイカない。イチゴない。イチゴ去年失敗した。お、ブルーベリー、みかんございます。レモンも、レモン、あ、これレモン冬の間あのハウスに入れてたやつです。もうここはもうラナンキュラスラックスはもうちょっとなんかあの堅実な人に名前をつけてもらおう。僕がやったらまたぐちゃぐちゃになるんで。まあでもラックスがこんなにでかくいっぱい、あの子も名前わからん。うちで一番厳しい、いつもピエール・ド・ロンサール。やっとここまで来た。ピエール・ド・ロンサールで、うちの一番のエースコウコさん。この一本の木から始まったんですよね。妻が天国から見られるようにって言うんで。おお、コウコさんむちゃくちゃ太くなってる。もうこれが枯れるたらどうしようって言うんでずっと増やしてきたんだけど、ここまで来たらめったに枯れんべ。あのコガネムシとかニックキ、カマキリムシ、ゾウムシ、ああいうの やらないように。そういえば消毒をしたんですよね。だからちょっと触っちゃいかん。チューリップ、寄せ植えチューリップ、チューリップ成功。いやーなんか嬉しくで、今日は8年前じゃない、もう9年前か、桜マラソン走ったんですよね。まあ調子に乗ってあの沿道の人たちがハイタッチしてくれるもんだから、だいたい右左に行ってる間に普通の距離の 1.5 倍走ってるってことが分かって、なんと当時ビケの集団のから2番目の集団でゴールイン。危うくあのタイムアップっていうところだったんですよね。でももうそれが最後の僕の桜マラソンになっちゃって、あれからあのその年に大怪我してあの院内感染したんで、あれから走れないんですよね。
浅見豊子先生、日本リハビリ技師学会の会長様、まあ、豊子ちゃんが歩けるんだから走れるわよって、走れないのはあんたが悪いのよっていう意味のことを言ってたけど、走れないんですよね。なんでだろう。ついこの間まで走る直前まで行ってたのに、また膝が痛くなって走れない。このまま一生走れなかったらすっげえ辛いわ。頑張ろう。あら、これは何？これも桜？いや、桜じゃないですね。だからうちは名前のわからんのが多すぎるっていうか、それは僕が悪いんですよね。うわーすごい、これもこの子たちも、まあブルーベリーもよかった、強剪定して。いやでこれは多すぎるでしょ、この花は。これだとならんでしょ、なりすぎるでしょ。よくわからんので後で園芸のチャンネル見て勉強しましょう。まあこんな感じですね。でもおうなぎの仕掛け、そろそろですね。隣の今井先生がミミズくれっておっしゃってるんで、ミミズ掘っときましょう。ああここはダメだね、冬越しに失敗。やっぱりポーチラカは無理だわ。ポーチラカは無理。ポーチラカはかわいそうだけど、挿し木で取ってったのがいくつかあるから。まあでもこんだけ増やすのにえらい苦労したのに、やっぱり生き物っていうのは気候は弱いですね。もう難点はすごい、君たちはやっぱりすごい。そして超高級の、あもしかしたらこれ挿し木できるかも、この超高級のやつで。もうこの大きさだと3万円ぐらいする。よし増やして、だってこれ勝手に生えてきたやつだから、種苗法も何もないわな、やつでだし。この頃めんどくさいんですよね。めんどくさいっていう法律家が言っちゃいかんな。種苗法で守られてるものを勝手に人に売ったりあげたりしたら罰せられますからね。気をつけとかないと。確かにこうやってあや園芸さんとか丹精込めて作られたものがね、勝手に売られたんじゃたまらん。いやー感激、挿し木できますよこれ。野原だから、野原一生懸命植えた甲斐があった。でもレンゲが出て、あれはレンゲではないか。いやレンゲではないみたいですね。いやでもちょっと、でもこの草の多さと花の世話数の多さは正直無理。勢いに任せてコツコツ買いすぎた。しかも昨日も勝田君が安いつるバラの綺麗なのが入ってますよって言うから買っちまった。つるバラ6本1個990円。これしかしこの時期に植え替え良くないからしばらくこのままかな。そしてこの子はマリンで、これ安いんですよ、228円。そしてじゃん、この時期の定番、これはちょっとかなりひどい園芸店での扱いだな。これはちょっとひどいな。なんとこれは僕でも知ってる名前、じゃん、忘れな草。私のことを忘れないでくださいねっていう。では皆さん、いや6本も買いすぎなんです。でもね、この花の勢いと
これ普通買ったらね、3000円とか4000円するんですよ。どう考えたって。でも990円ですか。しかも持ってないから。朝雲も、アラベスクも、カーディナルも、このアロマアークに至っては、これですからね。赤バラとピンクバラを買ってきたんですよね。で、これは多分、サマレディ。来年に向けて、あの、鶴のアーチを作るんですよね。まだこの子たちは、1年ぐらいでしょう。買いすぎです。しかし、この忘れた草くんは60円。しかし、こんな風に、かわいそうね、これ。では皆さん、どうぞ良い一日を。インボイスについてはですね、夜やります。どうぞ、参加してください。インボイス、宮本徹さんが4年前に質疑されてる。まあ、あの答弁、ひどいですね。麻生、当時の財務大臣。あの方、面白い方だけど。それと、西田昌司さん。この人、僕と同年ですけど、この人、本当よくわかってる人ですね、税理士さんで。あんなにわかってんだって、あの方、インボイスずっと反対してるんですよね。反対してんだったら、貫いてくれたらよかったのに。なんで、やっぱり自民党の人は、消費税が廃止までいかんですかね。消費税が最も日本の、まあまさに弱体化装置ですよ。夜、このインボイスについて、その二人の議論も踏まえてですね、もう一回ストップインボイス、これ入れたらもう大変なこと、もうそもそもですね、西田さんが言ってるみたく、あとはどうにかなれって話なんですよね。取る方の論理ばっかで。どんだけの手間がかかるか、そしてどんだけの人たちがこれで、首を絞められるような思いをするかって、そういうの想像さえしてないんですよね。許しがたい。同じ国民をね、こんな風にして、それはなんとか大での財務省で偉いかは知らんけども、正直言って、バカだれって言いたいですね。頭はあんま良くないわ。ほんと。頭良くないっていうのも良くないな。なんて言うんだろう。この頃安住くんのまた口ぶりが、あれして良くないです。というか安住くんに喧嘩していかんな。あの字とこの頃よくまた喋るようになってるから、もう口癖が映るんですよね。嫌いなやつのは映んないけど、あの字は、立憲の中でも緊縮に、あれ財務大臣ですかね、あれでもね。あれでもっていうか、財務大臣なんですよね。安住くんを、なんとか、改心させんという感じですね。石垣のり子さんよろしくお願いします。それじゃあ、ごきげんよう。最後は、本当は桜がいいかもわかんないけど、アーモンドで、失礼します。